左から、金沢大教授の伊藤武雄、大阪商船社長の伊藤武雄、中国研究者の伊藤武雄、声学科の伊藤武雄、名古屋大教授の伊藤武雄同性同盟とは、生命が同じ読みや同じ表記であること。同性同盟があり得るために、生命は必ずしも個人を識別するための鍵とはなり得ない。同性同盟の人物同士が同じ場に居合わせてしまった場合は、 単に紛らわしいだけではなく、時に、取り違えが重大な医療過誤などを招くことがある。日本では、漢字表記は一致するが読みが異なる場合もある。やさちこと。著名人では昭和前期の外交官の加瀬俊一や、歌手の安田昭子とラジオパーソナリティの安田昭子、女優の加山まよし子と詩人の加山まよし子などの例がある。著名人同士で本名が、同性同名でも、 一方が芸名を使用している場合、芸名を使用している側がトラブルの当事者となった時に報道する際には、風評被害を回避するために芸名を中心に報道する場合がある。同性、または同名というのはかなり存在するが、生命療法が同じという例は確率が低い。日本で見られる同性同名は、数多くいる生とその時期に流行した名の組み合わせが多いようである。 また、同性同盟で性別が異なる場合もある。もともとは違う性でも、結婚や養子縁組による改正で、同性同盟になるというケースも起こりうる。秩父の宮用人氏新納妃節子は、結婚前は松平節子だったが、秩父の宮用人氏新納との結婚にあたって、当時の交代号と同盟となるため、節子と解明している。変わった例では、 平安時代の著名人に、原信という人物が二人存在する。数とは、僧侶で、原信、もう一人は、貴族で、源の誠と読むが、当時の僧侶は出家すると性がなくなり、同性同盟同然になっている。日本では、近親者に、同性同盟の人物がいる場合は、役所において、戸籍の取り扱いを間違えないように内部向けに、注意書きをしておく。 また日常生活に不便を感じる場合は解明が認められやすい。選挙において同性同盟の候補者が立候補した場合には名前の後に居住地の町名をカッコで囲んで記載することが多い。このような例は歴史的な経緯によってその集落全体が同じ性を名乗っているような地域ではそれほど珍しくないケースであると言える。親族や近隣に 同性同盟がいて混乱をきたす場合には、どちらか一方が名の変更届を提出すれば解明が認められる傾向がある。なお、結婚した時に女性が男性の性に改正し、親族や近隣に同性同盟がいることによる混同を避けたい一方で、同性同盟対象者となる当事者が名の継続を望んだため名の変更届の提出を拒否する事案を想定して、 事実婚とするケースや、それを理由とした選択的夫婦別姓制度導入を望む声がある。韓国や中国では、日本と比べて、生と名の種類が圧倒的に少ないため、同姓同名の人物が非常に多い。そのため、人名を呼ぶ場合は、日本のように性もしくは名だけではなく、フルネームで呼ぶことが一般的である。古代中国では一時性が多かったものの、 前漢末期には二次性が普及しつつあった。しかし、真の思うにより二次性が禁じられたため、以後しばらく二次性が抑制されることとなった。欧米では、キリスト教にちなんだ名前が多く、もともと主要な名前の種類がさほど多くないことと、親や親族と同じ名前を与えられることが多いため、同性同盟は比較的多い。このため、ジュニアやミドルネーム、 2や3をつけたり、ニックネームを区別したりする。アラブ地域でもイスラームに由来する名前は多く、父や祖父などの歴代の名や部族名を後に続けて、区別する習慣を持つが、なお同盟、すなわち自分自身の名前、歴代の先祖の名、部族名や集落名が同じということはしばしばあり、アメリカでは、テロリストとされる、要注意人物と同盟であった別人が、 飛行機に乗ろうとした際に同一人物だと判断されて登場を拒否されたという事例もある。日本においては同性同盟に関する公式なデータはないが森岡博が1990年代に行った調査では田中みのるが推計3000人以上、1986年に明治生命が行った調査では佐藤和子がトップだったが変わった名前が増えたことにより、 同性同盟は減ったと森岡博士は見ている。アメリカで一番多い同性同盟はジェームズ・スミス。1969年に設立されたジム・スミス協会という会員、約2000人の団体が存在。入会資格は生命がジム・スミスであることで女性メンバーもいる。2005年、実業家のマーサス・スチュワートがテレビ番組の企画で集めた自信と、 同性同盟164人という記録がギネス世界記録として認定されている。日本では一般社団法人田中博和の会という団体があり、同性同盟を集める田中博和運動を展開している。1994年プロ野球ドラフト会議で近鉄バファローズから一位指名を受けた田中博和がいることを知った同性同盟の人物が、 全国の田中広和を探し始めたことが、ことの始まり。2011年には同時に、同性同盟が何人集まれるかで、ギネス世界記録を目指して、田中広和71人が集合したが、ギネス社から事前に知らされた50人という基準は超えた、ものの記録の審査中、前述のマーサスチュワートの記録が発見されたために、ギネス記録とはならなかった。 中国では2007年の統計で、長位が一番多い同姓同盟で、29万607人いる。共に、名前の読み方しかカードに印字されない上に、ローマ字での印字になるため、大隈重信と奥間重内部など、漢字だけ見ると到底同姓同盟には見えないものも、混同される可能性がある。そのために、本人確認書類の提示、提出を行っているが、 2012年6月頃、オウム真理教の元信者が、同性同盟である、実在の人物の名前を偽名として使用し、成りすましたことが明らかになっている。同一戸籍内に、すでにあるなと同盟は、出生時に名付けられない。例えば、母、陽子から生まれた娘は、陽子と名付けられない。ひろこ、ひろこ、ひろこなどは認められるが、これはそもそも戸籍には、 読み仮名や読み方の概念がなく、字そのものの同一性が問題となるからである。戸籍の異なる同性間では、たとえ血縁関係があってももちろん制約はないから、例えば祖父と同じ名前を新生児に名付けることは可能。未婚の母でまだ親の戸籍に入っている場合でも、三大戸籍禁止の原則により、この出生により母となった人は、 親の戸籍から独立した戸籍を編成するので、母となった人の兄弟姉妹、父母と同盟を新生児に名付けることは可能。ただし、次のような例外もあり、同一戸籍内に同盟が存在することもある。1971年7月18日投開票の茨城県中港市市長選挙では、有力候補 A と同性同盟の B を含む4人が立候補した。 B は立候補当日、水戸市内の病院に入院しており、電話で、指名不詳の者から市長選への立候補を持ちかけられ、返事をしないうちに勝手に立候補の届け出を出されてしまったという。選挙は、前市長のリコールを受けて行われたもので、A はリコール派の指示を受けて、立候補していたことから、前市長派の妨害である、可能性もあるとして、 警察の事情聴取も行われたが立候補は成立した。選挙では候補者の前に住所を記載する手法で立候補者の特定が行われたため案文票の発生は少なく中港都市に居住する絵が他の候補者に大差をつけて当選することとなった。2019年4月21日投開票の千葉県勝浦市議会議員選挙には定数15に対し 17人が立候補した。うち、現職の一人と新人の一人とが、実質的に同性同盟であった。現職と新人は、勝浦市役所の上司と部下であった時期があり、都市建設課長を最後に退職した経歴まで同じであった。市選挙管理委員会は、全候補者の所属生徒を、氏名に加え住所を投票所に掲示した。 同性同盟の二人のみの住所を掲示した場合、この二人が掲示で目立ってしまい公平でないとの判断であった。二人の候補者は、選挙ポスターの氏名の前に、住所の大あざなをひらがなで記載し、有権者に対しては、投票用紙に大あざなを忘れずに書くように訴えた。疑問票の確認には、前回選挙の2倍となる10人が従事した。疑問票は39票あり、 二人に安分された。現職は788票で当選し、新人は241票で落選した。当選ラインは434票であったため、疑問票の取り扱いは、現職、新人の当落に影響しなかった。2020年4月26日投開票の衆議院、静岡県第四課補欠選挙には、年当初より立憲民主党など、 野党4党が推薦する無所属の田中健が立候補を表明していたが、同年4月1日、NHK から国民を守る党も別人の田中健を擁立することを発表。同性同盟による選挙となることとなった。公職選挙法の規定では投票用紙に候補者の指名以外を記載すると無効となるが、静岡県選挙管理委員会は投票所の掲示に候補者名などに加えて、 年齢を掲載。投票用紙に年齢を付記して、個人を区別することとし、年齢が書かれていなければ、得票数に応じて暗分することとなった。最終的に選挙の立候補者は4人となり、2人の田中健はいずれも落選した。同性同盟の暗分票は3700発表となったが、選挙の大勢に影響はなく波乱は起こらなかった。なお、 NHK から国民を守る党が擁立した田中は、選挙候補を掲載、ポスター掲示をせず、選挙活動を全くしなかった。2017年1月29日党開票の唐津市議会議員選挙には、現職と新人、二人の青木茂が立候補し、同性同盟の候補が立候補したのは、唐津市議会議員選挙において、初めてのこととなった。 二人の年齢は一回り以上違うものの地盤とする地区や経歴が似ており、投票所に掲示する名簿にも年齢と現職か新人かを明記したものの、それ以上の周知は他の候補に対し不公平になるとの理由で行わなかった。2021年1月31日投開票の唐津市議会議員選挙にも二人とも立候補。 両者とも現職となっていたため年齢のみで判断することとなり、再度名簿に年齢を明記したが、具体的な記入方法は不公平になるとして前回同様に伝えなかったという、ありがとうございます。